いいよ。出ました、40です。ドンドンドン。最近はこういった YouTube の動画もパソコンを使わないでテレビだけで見ることができるらしいんですよね。今回最新型のテレビに触れる機会がありましたので、早速レポートしてみようと思います。はい、やってきました。それではね、早速いじくってみましょう。これね、パナソニックのビエラっていうテレビなんですけどね、私が思うにこのすごいところは2点です。まず1点目、パソコンの力を借りずにテレビだけでインターネットのコンテンツが見れちゃうんだって。普通さ、こういうインターネットのコンテンツをテレビで見ようとしたら、まずパソコンの外部モニターとしてテレビをつないで、それで見るっていうのが普通だよね。でもね、このね、ビエラはね、パソコンなんかいらないんだ。このテレビだけでインターネット上のコンテンツが楽しめるということです。それではね、早速ね、やってみましょう。それで私がすごいと思った二つ目のことは、じゃん、これです。これ。これね、ただのね、ちっちゃいリモコンみたいに見えるんだけど、これがね、すごいんだよ。ここほら。ここ見てください。ここ、ここ。これね、マイクの絵が描いてあるでしょ？これ、音声でもってさ、ほとんどの操作ができるんだよ。これすごいよね。インターネット。ほら、Google の検索画面が出ましたよ。すごいよ。もうこれでインターネットにつながってんですね。ちょっとね、じゃあググってみますか。ヤフオク。ほら、出ましたよ。オークションサイトのヤフオク。こんな感じでね、オークションも簡単に楽しめると。アマゾン。ほら、出ました、お買い物サイトのアマゾン。オムレツの作り方。ほら、出ちゃいましたよ、オムレツの作り方ね。ネット検索簡単。すごいよ、分かんないことがあってもさ、テレビに聞きゃいいんだね。じゃあね、私のチャンネルをね、検索してみますか。ケンタン隊。おお、出ましたよ。ほら、ご覧さっせ、ケンタン隊が出てますよね。じゃあちょっとね、ケンタン隊のトップページ行ってみますか。出ました、40です。出ました、出ました、私のケンタン隊チャンネル。ドンドン、ほらね、釣りとね、料理ね、料理、それとアウトドア、登山ね、そういう関係のもの動画をですね、アップしてます。結構ね、面白いですよ。じゃあ最後はね、私得意の釣りで決めてみようと思います。ほら、合わせ、よっしゃ、釣れた釣れた釣れた、おお、でかい、これはでかいよ、とにかくこのテレビはすごいですよ。ぜひとも店頭で実物をご覧になってみてください。